待ち合わせ場所に着いたけど、どこで会っているのかな？あの列車かな？はじめまして、ENR 三百様。どちら様ですか？ KMT5 万チャンネルの天使と、ゆっくりターボチャンネルのレミリアです。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。とりあえず移動しますか。こちらのお二方のチャンネルについて紹介します。まず KMT5 万様から。KMT5 万様は、チャンネル登録者約11,500人、ゆっくり茶番のほか、プラレールアドバンス、鉄道模型の走行動画、太鼓三次郎創作譜面などの動画を投稿しています。また、ゲーム専用チャンネルもあるので、そちらも検索してみてください。続いてゆっくりターバ様です。ゆっくりターバ様はチャンネル登録者約170人、ゆっくり茶番のほか、プラレール走行動画などを投稿しています。このお二方は、ほぼ毎日動画投稿しているお方で、編集技術がとてもすごいので、こちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。説明ありがとうございます。ところで ENR さん、今回は何をするのですか？今回は、A 列車でエコー DS でとある路線の駅の配線を再現したので、その走行動画をご視聴していただきます。今回は、この駅を再現してみました。天使さん、どこ駅かわかりますか？はい。走行車両とレール配置から大和西大寺駅です。お見事、今回はレール配置がカオスな、あの大和西大寺駅を再現しました。しかし、車両の詰まりにはご了承ください。ところで、このコースにはどんな車両が走っているのですか？このコースには近鉄シリーズ21が5編成、通常色が17編成、計22編成走行しています。あとは走行動画をお楽しみください。Bye.
これにてコラボをし、ちょっと待ってください。 ENR さん、やり残しがありますよ。え、それは何ですか？ほら、タグ回しが残ってますよ。私から質問するので、 ENR さんはそれに答えてください。わかりました。まず一つ目、最初に動画投稿したのはいつ？これは、去年の9月7日です。では、二つ目、憧れのゆっくり実況者はいる？もちろんいます。三つ目、好きな東宝ベスト5は？以下の通りとなります。四つ目、鉄道などの乗り物は何パーセント好き？これはこうなります。五つ目、馴染みのある鉄道路線は？この2路線ですかね。最後に6つ目、次は誰にタグを回す？次は今回コラボしてくださった、ゆっくりターバ様にタグを回します。ENR さん、協力ありがとうございました。どういたしまして、この後は、僕の愛車で送迎します。